ベンジャミン・デビッド・シモンズは、オーストラリア・ビクトリア州メルボルン出身のプロバスケットボール選手。NBA のフィラデルフィア・セブンティシクサーズに所属している。ポジションは、ポイントガード。2013年1月に、NBA 選手を目指すために渡米。フロリダ州のモントベルデ・アカデミー高校に転校した、シモンズは、たちまち全米級の選手として注目され、 高校卒業後は、ルイジアナ州立大学に進学。同大学でも1年生ながら、主力として活躍し、平均19.2得点11.8リバウンド4.8アシストを記録した。怪我で、シーズン前休2016年3月に2016年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。フィラデルフィアセブンティーシクサーズから全体1位指名を受けた。しかし、 トレーニングキャンプ中の9月30日に右大後中足骨基部骨折。2017年2月にシーズンデビューが絶望になったと報じられ、結局ルーキーシーズンは全休。2017から18シーズンに改めて NBA デビューを目指すことになった。2017から18シーズン2017年夏のサマーリーグは不参加だった。 10月4日のメンフィスグリーズリーズとのプレシーズンマッチで1年越しの NBA デビュー。10月18日のワシントンウィザーズとの開幕戦で18得点、10リバウンド5アシストを記録し、公式戦デビューを飾った。10月21日に行われたトロントラプターズ戦で18得点、10リバウンド8アシストを記録。試合は128から94で敗れたが、 シモンズは、オスカー・ロバートソン以来となる NBA デビューから最初の3試合すべてで10得点、10リバウンド、5アシスト以上を記録した選手となった。同月23日のデトロイト・ピストンズ戦では、リーグ戦4戦目にして21得点13、リバウンド10アシストを記録し、自身初のトリプルダブルを達成し、セブンティー・シクサーズにシーズン初勝利をもたらした。これにより、 オスカー・ロバートソン、アート・ウィリアムス以来 NBA 史上3人目となる NBA デビューからの4試合以外でトリプルダブルを達成した選手となった。11月3日に行われたインディアナ・ペーサーズ戦でキャリア2度目のトリプルダブルとなる14得点、11リバウンド、11アシストを記録した。12月18日に行われた シカゴブルズ戦で試合は117から115で、敗れたが19得点、11アシスト、10リバウンドを記録し、キャリア4度目のトリプルダブルとなった。2018年1月24日に行われた、シカゴブルズ戦で19得点、17リバウンド、14アシストを記録、キャリア5度目のトリプルダブルとなった。試合は115から101で、 シクサーズが勝利した。5度目のトリプルダブル達成により、1994から95シーズンにジェイソン・キットが記録したシーズン4度のトリプルダブルを抜いた。2月14日に行われたマイアミヒート戦で18得点、12リバウンド、10アシストを記録、試合はシクサーズが104から102で勝利した。2月22日に行われたシカゴブルズ戦で、 キャリアハイとなる32得点、7リバウンド、11アシストを記録、試合は、シクサーズ116から115で勝利した。3月1日、2月の月間、最優秀新人選手賞に選ばれた。これで2ヶ月連続で、今季3度目の同賞受賞となった。3月15日に行われたニューヨークニックス戦で、オスカー・ロバートソン、マジック・ジョンソンに次ぐ、 ルーキーシーズンに先得点、500リバウンド、500アシストを達成した NBA 史上3人目の選手となった。また、この試合で今季8回目のトリプルダブルを記録したシモンズはオスカー・ロバートソンの26回に次いでルーキーシーズンにトリプルダブルを最も多く記録した選手となった。3月24日に行われたミネソタティンバーウルブズ戦で 今季10度目のトリプルダブルとなる15得点、12リバウンド、13アシストを記録、試合はセブンティー・シクサーズが120から108で勝利した。4月1日に行われたシャーロット・ホーネッツ戦で20得点、15アシスト、8リバウンドを記録、試合はセブンティー・シクサーズが119から102で勝利した。4月6日に行われた クリーブランド・キャバリアーズ戦で27得点、15リバウンド、13アシストを記録、試合はセブンティー・シクサーズが132から130で勝利、連勝を13に伸ばした。プレーオフ1回戦、対マイアミヒートの初戦で17得点、14アシスト、9リバウンドを記録、試合は130から103で勝利した。 第4戦で自身プレイオフ初のトリプルダブルとなる17得点、13リバウンド、10アシストを記録、試合は106から102で勝利した。ルーキーがプレイオフでトリプルダブルを記録するのは1980年のマジック・ジョンソン以来となった。シーズン終了後、オールルーキーファーストチームに選出され、新人王を受賞した。 2018から19シーズン2019年7月15日、シクサーズと2020から21シーズンからの5年、総額1億7000万ドルで契約延長した。2019から20シーズン2019年のワシントンウィザーズ戦にてダンクを試みるシモンズ。シーズン終了後、スティール王に輝き、オール NBA サードチームと NBA オールディフェンシブファーストチームに選ばれた。 2020から21シーズン2021年2月16日のユタジャズ戦にて、キャリアハイの42得点と12リバウンドのダブルダブルを記録したが、チームは123から134で敗北した。PG としては、非常にサイズに恵まれており、その体格を生かしたペイント内でのシュートやディフェンス、リバウンド能力の高さなどが彼のプレイの特徴である。また、 ポイントガード本来の能力に関しても、平均アシスト数が8前後と NBA においても、リーグトップ10に入っていることから、トリプルダブルも量産している。しかし、ペリーメーターからのジャンプシュートや、スリーポイントシュートに関しては苦手としているのか、ほとんど打たず、キャリア通算で決めた、スリーポイントシュートはわずか3本のみである。シュートレンジの狭さや、フリースロー確率の低さは、 彼の最大の弱点である。2013年にユース世代の代表に選出され、2014年フィババスケットボールワールドカップに当時18歳ながらフル代表に招集された。なお、2016年のリオデジャネイロオリンピックは NBA のルーキーシーズンに備えたいという理由で事態を表明している。ありがとうございます。